私の名前はめぐみ。いつも教室の隅で読書をしているのですが、同じクラスの咲子が私に様々な嫌がらせをしてくるのです。あらら、陰キャ女は今日もおとなしく読書かしら。いかにも無趣味な地味女のやりそうなことね。どうも、私は咲子が苦手で、反応するとさらに嫌がらせをしてくることを知ってるので、あまり余計な反応はしないようにしています。ふっ、地味くそ。そこでずっと本読んでるといいわよ。なんだめぐみ、また本読んでるのか。あ、本ばっかり読んでると不健康になるぞ。たまには運動しないと。体を動かすのはいいぞ。健康になるし、心が軽やかになるし、疲れなくなるし。ちょっと怪しい人みたいになってるからね、それ。この二人はアルトとハル。地味でおとなしい私にも積極的に声をかけてくれる二人です。ごめんね、読書の邪魔したね。ほら、アルト、行くよ。早く早く。ちょっと待てよ、これからめぐみと一緒に運動だな。はいはい、読書の邪魔邪魔。なに、あいつ、地味なメガネ陰キャの分際で私のアルト君と仲良くおしゃべりして。気に入らないわね。最近嫌がらせしても反応薄いし。私の方が上だと分からせてやるわ。これ、一体、あらららどうしたのめぐみ、机が汚れてるわよ。まあでも、地味でモテなそうなあんたにはちょうどいい机かもね。一生その机のままでいったら似合うんじゃない。ひどい、油性だし、なかなか落ちない。あ、どうしためぐみ、その机、誰かにやられたの、大丈夫？大丈夫、ありがとう。大丈夫じゃねえだろ。ほれ、こんな時のためにクレンジング剤持ってるから。どんな時のためなのよさ。まあ、今回は助かったけど。なにあいつ、私のアルト君と楽しそうに机嫌いにして。これじゃ私があの二人を仲良くさせてるみたいじゃない。尺だわ、これがダメなら。理解するまでとことんやってやるわ。そうね、あの女本をいつも読んでるし、次は本を隠してやる。あれ、あの本、確かに机に入れといたのに。あららららー、どうかしためぐみ、そんなに必死に何か探して。いえ、本当に何でもないの、大丈夫。ふん、まあ何かあったらすぐに相談してね。私でよければすぐに力になるからね。どうもありがとう、またどこかで頼らせてもらうから。面白いわ、あんなに必死に探して。私がやったって思ってるんでしょうね。まあやったんだけど、大事な本はわからない場所に隠してあるから、しっかり探すといいわ。おお、どうしたんめぐみ、今日はなんか探し物か。私たちでよければ一緒に探すわよなさ。いいよ、別に一人で探すから。なん、またアルト君がめぐみに手助けしてる。気にすんな、俺こう見えても探し物得意だからさ。見つけてやるぜ、お前の探し物。こう見えて探偵目指したり目指してなかったりするからな。どっちかはっきりしなさいよ。あの、どうしてそんなに優しくしてくれるの。そんなに仲がいいわけじゃないのに。変なこと言うね、めぐみも。クラスメートだろ、何かあったら助けるのは当たり前じゃねえか。ねえなあ、探し物、出てこい、探し物。いや、アルト、そもそも何探してるか聞いてないでしょ。あ、そっか、俺としたことが助けたい一心で先走っちまった。あんたね。ありがとう、アルト君、ハルさん、大丈夫だから。探し物はそのうち出てくると思う、だから気にしないで。ん、そうか、ならいいんだけどさ、なんかあったらすぐに俺に言えよ、すぐに解決してやるぜ。ハルトは突っ走って自滅するから、私のサポート付きでね。はあ、それどういう意味だよハル。じゃあいつでも頼ってねめぐみ。ありがとう。なにあいつ、なんであんなにアルト君と親しそうにしてんの、むっかつく。だいたいあんな陰キャとアルト君なんて釣り合わないじゃん。アルト君は財閥の御曹司で、私は社長令嬢なんだから、私の方がお似合いなのに。アルト君もアルト君よ、どう見ても化粧バリバリの私の方が可愛いのに見向きもしないなんて。本を隠してもああなるなら他に何しよっかな。そうだ、あいつのメガネに
黒塗りしてやる。ちょ、やめて、いきなり何するの、やめてよ。ん、あらあらあら、どうしたのめぐみ。いつもクールに受け流すめぐみが今日はやけに嫌がるじゃないの。え、いや、それはその、うん、分かったわ。とりあえず今日のところは何にもしないでおいてあげる。分かったわ。あんなに固くなにメガネを汚されるのを嫌がる理由。きっとメガネを外すとものすっごくブサイクな顔してるのよあいつ。だから汚されてコンタクトにしちゃうのが嫌なんだわ。お、めぐみどうしたんだ。目の下に傷があるぞ。わ、麦わら。巣の主人公か。それ傷じゃなくて油性ペンなのよさ。あ、本当だ。あの顔近いからちょっと離れて。ああ、ごめん。しかし一体誰がこんなことしやがった。教えろめぐみ。俺が月に変わってお仕置きしてやる。アルト、それちょっと古いと思うよ。ううん、大丈夫だから気にしないで。アルト、きっと相手も嫌がらせの証拠なんて隠してるし、めぐみが犯人を言っちゃったら告げ口したって思われて余計ひどいことされるかも。そうか。くそ、めぐみに嫌がらせなんてひでえやつだ。アルト君、アルさん、ありがとう。気にしないで、私だったら大丈夫だから。おいおい、そりゃねえぞめぐみ。クラスメートなんだから助け合わなきゃだろ。いや、アルト、めぐみがそう言ってるんだからそっとしといた方がいいと思う。アル、なんでだよ。大丈夫、私とアルトが一緒になればもしまた嫌がらせしてきてもきっと撃退できるから。でしょ。ああ、多分な。任せておけよ。だからめぐみ、安心していいからね。うん、ありがとう、アルさん。ほら行くよ、アルト。必要な時に助けてあげればいいんだから。安心しろ、めぐみ。俺がついてるからな。はいはい、暑苦しいからやめてあげなさい。優しい二人。なんだかあの二人と話していると、心が温かくなってくるな。またアルト君と仲良く喋っちゃって。見てなさい、すぐにあんたの素顔を暴いてやるからね。ねえねえねえ、めぐみ、この間はごめんね、メガネ汚そうとしちゃって。大丈夫だから気にしないで。お詫びと言ってはなんだけど、あんたにいいこと教えてあげるわよ。いいこと、何。この季節にプールサイドで好きな人に告白すると必ず結ばれるんだって。え、それ本当。ほんとほんと、実際にそれやって付き合えた人の口コミだから間違いないわ。そうなんだ、わかった、ありがとう教えてくれて。ま、もし好きな人がいるならやってみなさいね。気になってる、気になってるわ。いいわよ、そのままプールサイドへアルト君を誘いなさい。シッ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 。あ、あのアルト君、ちょっといいかな。ん、どうしたんめぐみ、事件か。ほら早とちりしない。あ、あのハルさんはちょっと席を外してもらってもいいかな。どうかしたの。うん、ちょっと大事な話があるから。ん、どうしたんめぐみ。あのちょっとの間だけ私に時間くれないかな。話したいことがあるんだ。話したいこと、いいぞ、何でも話してくれ。ありがとう。じゃあちょっとついてきて。どうしたのかなめぐみ。これはものすごく汚いプールぷんに。やっぱ使われてない間はすっげー汚いもんなんだな。見ろよめぐみ、苔や藻がすっげーこびりついてる。うん、そうだね、これじゃ人も寄りつかないかも。え、めぐみ大丈夫か。ざまないわねめぐみ。汚い苔や藻がいっぱいのプールに入っちゃって汚い。お前サキコ、何やってんだよ。めぐみが落ちてんだぞ。誤解しないでアルト君、私は良かれと思ってやってるんだから。良かれと思って、どういうことだよ。あの女、メガネを取ったらすっごい目が小さいのよ。きっと今からメガネを取ったあいつの素顔が拝めるわ。は？何言ってんだお前。すぐに助けるぞ。え？
ちょっとアルト君、何してるのよアルト君。あなたの顔にコケはもう似合わないってば。インカで地味でモテなそうなこの女こそ汚いプールにはお似合いなのに。誰あんた。こいつのどこが陰キャで地味でモテなそうなんだ。どっからどう見ても超美人じゃねえか。そんなバカな。ちょ、どうしてそこまでメガネを外すのを嫌がったのよ。だって目が悪いから。メガネを取ると睨むように相手を見ちゃって失礼だから。何よそれ。っていうか、いつまでアルト君にくっついてるの。離れなさいよ。何言ってんだお前、恵みを落としといて。だって聞いてよアルト君、恵みなんてどこにでもいる一般家庭の女でしょ。私は社長令嬢なんだから、財閥の御曹司であるアルト君とちょうどいいカップリングじゃない。何が社長令嬢だよ。小規模な会社だったろお前のところ。え、なんで知ってるの。ああ、お前知らねえのか。お前の父親の会社、うちの財閥グループの傘下なんだぞ。え、そうだったの。そんなことも知らないで同じクラスにいたのかよ。言っとくけど俺、財閥の関係者と付き合うとかそういうの一切考えてねえから。ええー、じゃ最初から付き合えないの確定じゃん。そういうことだ。恵みに嫉妬してプールに落としたみたいだが無駄だったな。違うの、わざとやったわけじゃなくて、私も足滑らせちゃって。あら、ずっと動画を撮ってたけど、どう見てもわざと押したように見えるわよ。え、何よその動画。いや、たまたまこの場に居合わせたら面白い動画撮れちゃってさ。私ちょっとした YouTube チャンネルを持ってるんだけど、これ投稿したらいい感じにバズるんじゃないかな。やめて、それだけはやめて。うわ、え、お前その顔、え、あれ、もしかして化粧落ちてる。めぐみにひどいこと言っておいて、自分も人のことを言えない顔じゃん。いや、見ないで。アルト君ごめんなさい、私のせいでこんなところに落としちゃって。いいんだよ気にすんな、めぐみが無事ならいいんだよ。あの、アルト君、さっきの話なんだけどね、私あなたのことが好き。え、それが伝えたかっただけ、ごめんね一方的に。めぐみごめんな、俺好きなやつがいるからさ。でもお前のことはいつまでも友達だと思ってるから、これからも仲良くしてほしい。それじゃあダメか。うん、嬉しい、ありがとうアルト君。なんかこういうのちょっと照れくさいな。はいはい、私がいること忘れないでね、早くプールから出ようね。いい雰囲気ぶち壊すなよ。てかあんたの好きな人って奏でしょ、かわいいもんね。バカ、めぐみの前で言うなって。うん、いいの、友達って言ってくれるだけですっごく嬉しいから。う、素顔見られた、もう嫁に行けない。そのうちいいことあるプニ。それから咲子は二度と私に近づくことはなく、いつか動画が公開されたりお父さんの会社がなくなるんじゃないかとヒヤヒヤしながら生活しているそうです。私はアルト君とハルさんと今も変わらず仲良くさせてもらっています。今楽しく学生生活が送れているのもあの二人のおかげです。アルトです。ハルだよ。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。私とアルトもどんどん息の合ったコンビになってきたのよさ。いい相棒って感じだよな。これからもどんどん困った人を助けていくのよさ。よろしく頼むぜ相棒。あいあいさ。よかったらみんなコメント欄で感想を教えてね。グッドボタンもよろしくな。チャンネル登録とベルマークの通知のオンでこれからも応援よろしくお願いします。それじゃあまたねー。